始めていきましょう。岡本夏樹ブログで深川亮の発言掲載、そんな収入が驚きの金額にということで、テレビ出演の引退をしましたタレント岡本夏樹さんですが、以前ですね、あの深川さんと揉めた、イベント立春での、内容を、まあブログで一部掲載したということが、まあ、以前話題になっていました。まあその内容なんですけども、まあ、一方的になんか、発言を書いたみたいなんですが、その経緯を、まあ、ずっと書いているんですが、まあ、そんなことをしながら、岡本さんのですねブログの収入が、まあ、かなりあるんじゃないかということで話題になっています。それでですね、まあ、岡本夏樹さんがやっているブログというのは、現物雑誌のアメブロというブログですね。でブログのタイトルは人生が収入ということで、そういうブログを、まあ、やっています。でですね、まあ、アメブロ の、 あのアクセスは、1日だと思うんですけど、最高で250万 PV ということで、これはどれぐらいかってことテレビ番組でも、まあ、語ってたことは、だいたいブログ収入が月300万ぐらいあるという話でしたね。まあ、これぐらいあればですね、まあ、不動産も持ってるようですし、まあ、芸能界の方に、まあ、いる必要もないのかな、とも思いますね。今回は以上です。